ドル箱とは、俗語の一つ。明治時代初期にできた言葉で、占領箱をもじったものが由来である。当初は、金庫のことを指していたが、間もなく横浜の貿易省の間で使われていた、ドルタンと結びつき、金持ちや金の引き出せそうな客を、ドル箱、ドルタンと呼ぶようになった。ドルタンは死後になったが、ドル箱は生き残り、後に、金になるという部分だけが、クローズアップされ、 儲けの良い俳優などがドル箱と呼ばれるようになった。また、多くの利益をもたらす商品やコンテンツなどもドル箱と呼ばれる場合も少なくない。鉄道や航空機、バスなどの交通機関において需要が多く、さらに収益性の高い区間をドル箱路線と呼ぶことがある。ドル箱路線の存在は、その運行事業者の経営安定化に大きく寄与することが多い。 例えば、東海道新幹線の収益は、運行事業者である JR 東海の全収益の8割以上を占めている。在来線で言えば、JR 東日本の山手線など、中小施設では、大阪メトロの未動筋線が挙げられる。また、特急列車をはじめとした、速達列車の需要が高いため、特急券などによる、運賃収入が高くなる路線もある。 地図急行地図線などが挙げられる。なお、需要が多い区間においては、シェアの奪い合いが起こることがあり、運賃の値下げやサービスアップなどで、シェア獲得を試みた結果、収益性が悪化することがあるため、必ずしも、需要の多い区間が、ドル箱路線であるとは限らない。例えば、東京国際空港と新千歳空港を結ぶ、 航空路線は1年あたり900万人から1000万人もの利用客が存在する。しかし、この路線は日本航空、全日空、スカイマーク、エルデューの4社が競合している。積み上げられた玉箱パチンコパチスロで勝ち取った玉やメダルを入れておく器のこともドル箱と呼ぶ。これは本来、パチンコで一番大きな箱が盛んで壁土を練るトロ箱に似ているため、 トロ箱と呼ばれていたが、それが誤って覚えられ、ドル箱となった。ありがとうございます。